なくなるから、私ももう急げ急げ早く買わなあかんって感じなんですけど、ほんまに朝も夜もやけどめっちゃ手がいく。で今でも使うためにもうええってなるやつなんですけど、ちょっとほんまに教えたくないっていうぐらいめっちゃいいんよ。皆さんよ、花見だ。はい、ということで今日はですね、皆さん大好きな目変わり期間中じゃないですか。ということで私もちょっと乗り遅れてはいるんですけど、私のおすすめスキンケアたちを皆さんにご紹介していきたいと思います。確か3ヶ月前ぐらいもう目変わりのやつがあって、その時も私おすすめのコスメとスキンケアで分けて動画2つ出してるんですね。もうその時と被ったらもうどうせ一緒やんってなるから、その時とはまた被らないように、目変わりでおすすめスキンケアっていうのもあるんですけど、プラス私の2022年、去年なんですけど、使ってよかったおすすめスキンケアみたいな感じで2つ同時にね見ていただけたらいいかなと思います。じゃあもうちょっとね、こちらに商品が多いのでささっといきたいと思うんですけど、まず一つ目がこちらのトリモニモチトナーパッドになります。これあんまり知られてもないし、私もあんまり知らせたくもない商品なんですけど、これマジで隠れ名品で、私ずっと言い続けてるナンバーズインの4番のトナーパッドあるじゃないですか。あれと使用感が似てるんですよ。これ名前がセラミドモチトナーパッドっていうぐらい、この拭き取った後のもうツルツル感もすごいけど保湿力もすごいんですよ。これあんまり教えたくないんですけど、去年使ってマジでいいなと思って、まあ、私も空なんですけど、この中も全部綺麗に使い切ってるぐらい、パッドもね結構しっかりしてるんですよ。こうやってくるくるくるってやったらマジでツルツルになる。水分力も欲しい、角質ケアもしっかりしたいっていう人にはマジでめっちゃおすすめ。これほんまに感動した。トナーパッド4番のトナーパッド好きな人は絶対これ好き。私ほんまにいいからあんまり教えたくないんですけど、私のチャンネル登録者数まだちょっと少ないので、これを見てくださってる皆さんにはお知らせをしたいなと思って、私の情報をしてるお気に入りのトナーパッドを今回特別にご紹介させていただきました。はい、次2つ目もトナーパッドになるんですけど、そちらがこちらの It's Skin のジェリーパッドになります。これも私今見ていただいたら分かる通りに、もうここまで使い切ってあと数枚しかないんですけど、これは角質ケアはあんまりなんですけど、私は朝の化粧前に使うのをマジでおすすめします。メイクはスキンケアから始まってると思うぐらいマジで重要視してるんですけど、化粧の量良くしようとかメイクのその持続力を良くしようと思ったら、いつも言ってるんですけど、やっぱり肌の温度を下げないといけないんですね。これがほんまにそれの役割をしっかりしてくれるアイテムになってます。これ名前の通りジェリーパッドっていうだけあって、ほんまにジェリータイプの薄いねパッドになってるんですよ。だからここに貼ったらもうほらわからないじゃないですか。貼った瞬間にクールダウンしてくれるぐらいひんやりするんですね。だから私はメイク前に今日は崩れたくないとか持続力良くしたいっていう時とかは、これをこうやって両頬とかこのデコのところに貼ってで肌をクールダウンさせるように使ってます。このパッドがとにかく薄いから密着力がめっちゃいいんよ。ただ私が前紹介したエイプリルスキンのパックトナーみたいなやつに比べたら、これはねパッドとして使うもんやから、瞬間の5分ぐらいのパッド用としてはいいんですけど、ずっと置きすぎると乾燥するのでそこは注意してください。私みたいに結構メイクしてない時とかに赤ら顔になったり、こういう頬のところに熱持ちやすいっていう人には特におすすめ。このラインが鎮静効果もあるものになってるから、メイク前の肌のクールダウンをするのにめちゃめちゃ最適なので、ほんまにおすすめです。じゃあ次3つ目がトナーになるんですけど、こちらセリマックスのノニトナーになります。これはもう有名やし、もう知ってる方も多いと思うし、プラスもう見てもらったら分かる通りに私がどんだけ使ってるか分かるじゃないですか。しかもね、私これ2本目のここまで使ってるんですよ。だからもうなくなるから私ももう急げ急げ早く買わなあかんって感じなんですけど、これもうとにかくねインナードライの人はマジで使って、浸透力バリ早いし、めちゃめちゃいい保湿感やから、ほんまに朝も夜もやけどめっちゃ手がいく。夜のねちょっと乾燥するわっていう時にこれ 2,3 回バーって締め込ませてあげても全然乾燥せんへんし、かといって朝のスキンケアに締め込ませた時にちょっとベタベタせんへんのかってなっても、それも全くないんですよ。私の友達ともこの間スキンケアの話した時、これめっちゃええよなって言って話出たぐらい、特にインナードライの方でニキビができやすい人とか使ってみてください。ほんまにいい。で次がアンプルになるんですけど、こちらイヌスフリーのレチノールシカアンプルになります。これもなんかめちゃくちゃ有名ですよね。なんかツイッターとかインスタとかでバズりまくってるし、私も2021年のベストスキンケアの時かなに動画の中で紹介したと思うんですけど、これ私一番最初発売当初の時に試供品としていただいたのを使ってめっちゃ良かって、でそれを動画で紹介したと思うんですけど、その時からねずっと愛用してるぐらい、これはほんまにツイッターでバズるだけあるなっていうぐらいマジでいい。私もね結構敏感肌なんで、いろんなスキンケアをあれこれ使えるタイプの肌ではないんですけど、これは敏感肌の私でも使えたし、とにかくこれを塗って寝たら朝ね
肌がなんかツヤってしてるっていうかピカってしてるっていうかバズるぐらいの理由があるぐらいやし、今日何のアンプル使おうってなったらこれに手が伸びるぐらい本当に私も愛用してるものになってます。ただリチノールの中でもこれは使いやすいって言われてる製品にはなってるんですけど、多分人によっては合う合わへんっていうのがあると思うので、もし合わへんっていう人はまた使用を避けてください。私は気に入って使ってるものになってます。じゃあ次もアンプルなんですけど、こちらナンバーズイン4番コラーゲン 73% セラムになります。これマジで一番最初使った時にもう新感覚すぎてもうえーってなって、今でも使うためにもうえーってなるやつなんですけど、ここの商品名にプリンって入ってるぐらいマジで感触めちゃめちゃプリン、ほんまにこの触ったらわかるけどプリンみたいになんかプリ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 してるんですね。テクスチャーがほんまにプリンを肌に浸透させてるっていう感じ。これ使った直後も次の朝もそうやけど、直後なんかマジで肌がもうほんまにプリプリになるし、でこういうタイプのやつってベタベタするんちゃうかっていう方いると思うんですけど、これね全部吸収させた後マジでサラサラというか全然ベタつかないんですよ。今もこうやってやってるんですけどマジでベタつかへんし、なんか一番最後サラサラになるんですよ。なんでって感じなんですけど、ナンバーズインやったら3番セラムとか6番セラムとか結構有名やと思うんですけど、この4番のセラムマジで隠れ名品、コラーゲン系のセラムを探してるよっていう方にはめっちゃおすすめです。じゃあ次もアンプルになるんですけど、こちらアンプル N のペプジドアンプルになります。私ここのブランドさんエンプレーヌっていうところの何年や 5,6 年ぐらい前にヒアルロン酸のでっかいトナーを使ってたんですけど、その時にここのブランドいいなと思って注目してたんですけど、最近結構人気が出てきてるじゃないですか。これ見ていただいたら分かる通りにここにこんな感じで糸みたいなやつがいっぱい入ってるんですよ。でこれをね肌に垂らしてこうやって塗り広げたらこの糸の部分が肌に溶けて浸透していくんですけど、これマジで保湿力高いし、これを使った次の日の朝マジで肌がなんかもうツーンというかピカンというか、なんやろさっきのこのレチノールとはまた違う感じのこうピカンみたいな感じなんですよ。しかもこれ 2X って書いてるぐらいバージョンアップしたものになってるから、濃い一番最初のバージョンのやつ、じゃあ使っとって大きいタイプのやつをそれも全部使い終わってて、で新しく出た時にこれ確かなんかのやつで当たってそこからまた使わせてもらってるんですけど、ここのブランドねブランド名にアンプルってついてるだけあって、アンプル美容液の種類がもうめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。今まであんまり紹介してないだけで、ここのねエンプル N のこの美白効果のあるアンプルも使ってるし、でこの大きいタイプの鎮静効果があるアンプルも使ってるし、皆さんにね紹介してなかっただけでアンプル N のやつ結構使ってるんですよ。しかも全部自腹やし、最近ね徐々に日本でもこのエンプル N のところのやつがじわじわ来てるから、私は今回この中でね特にこれをおすすめさせてもらったんですけど、気になる方はまたねキューテの中で多分このサイトあると思うので、自分の肌に今欲しいなと思うアンプルの種類を選んでもらったらいいかなと思います。あ、これ全然広告とかじゃないし提供とかでもないですよ。ほんまにここのアンプルいいし韓国でも人気やから紹介しました。はい、はい、じゃあ次クリームになるんですけど、こちらのダルバホワイトトリュフダブルセラム&クリームになります。中見てもらったらこんな感じで、こっちがアクアセラムって言って肌を水分チャージしながら優しく整えて落ち着かせますっていうもので、こっちがインテンスクリームって言って弾力のある塗り心地で張りのある肌にケアしますって書いてるんですけど、だからこれはその日の自分の肌の状態に合わせて水分感を変えれるんですよ。今日ちょっと乾燥してるなって思ったらこっちのちょっとこってりした方を多めに使ってもいいし、水分チャージしたいなって思ったらこっちのアクアセラムの方を多めにこうやって塗るとかやって、自分でねこうやって調合しながら塗っていくスタイルのクリームになってます。これしかもね香りがめっちゃいいよ。私ニキビできている時とかこれは使わないんですけど、ちょっと肌が落ち着いてるなっていう時には美白とか張りとか弾力のケアを結構したいなと思うので、そういう時にはこのクリームを使ってますね。ちょっといい値段はするんですけど、いい値段するからこそ今回のメガ売りでちょっと皆さんにチェックしてほしいなと思って持ってきました。で私が紹介したこのね箱に入ってるタイプのやつはこうやって分かれてるから自分でこうやって水分感とかを調節してできるタイプのものになってるんですけど、この間確か出したらこれが1対1の割合でこうやって出てくるチューブタイプが出てて、別にそういう重いとか水分とか別に分けんでええわってめんどくさいっていう方とかやったらそっちのチューブタイプも確か出てると思うから、そっちを見ていただいたらいいかなと思います。自分のその日の肌のコンディションに合わせてクリームの重さを変えたいっていう人にはこっちの丸いこの私と同じタイプの分かれてる方を選んだらいいかなと思います。なんか商品紹介するときってさ知識も一応入れながらでも自分の使ったレビューをこうやって言うから、全然提供動画じゃないのに提供っぽくなるじゃないですか。
私それが嫌なんですけど、今とかやってもこういう商品とか言うのに、こういうタイプもあるのでチェックしてみてくださいみたいな言ったら、チェックしてみてくださいって言ったら提供動画かって多分思うんですけど、私も今回紹介したこれも一切何のお金も発生してないし、ほぼ全部自腹で買ってるものやから、私がほんまにいいと思ったやつを持ってきてるものやから、ほんまに私の変なね口癖というか言い回しで広告動画ちゃんとか思う方いらっしゃると思うんですけど、ノー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 全然ですよ。じゃあ次は塗るタイプのパックを紹介していきたいんですけど、こちらハンユーっていうところのポアクレンジングクレイマスクになります。見ていただいたら分かるんですけど、マジでめっちゃ使っててほんまにもうなくなりそうやから、もう買わないといけないんですけど、これちょっとほんまに教えたくないっていうぐらいめっちゃいいんよ。今回の動画さ、さっきのトニモリのトナパッドもそうやし、これもそうやけど、日本であんまり知られてない中で、私がその中ちょっと実はめっちゃ使ってました、めっちゃお気に入りなんですみたいなのを紹介してるので、あんまりね声を大にして言いたくないというか、あんまり紹介したくなかったんですけど、皆さんのこと大好きなので共有したいじゃないですか、一緒に綺麗になりたいし、だから持ってきたんですけど、これねほんまにハンユルっていうところがスキンケアとかでも結構有名やと思うんですけど、これね栗のクレイマスクになるんですけども、これをね塗って、まあ、洗いたてもそうやけど、朝鏡見た時の今日めっちゃ肌の調子いいやんっていう時あるじゃないですか、それになるね。これを使ってニキビが収まったとかそういう鎮静効果とかはないんですけど、ボゴンペックって書いてるだけあって、毛穴のクレイパックになるので、毛穴の開きとか気になる方にはもう特にめちゃめちゃおすすめ。これ多分ずっとリピすると思います。それぐらい私がちょっと大事にして使ってる子になります。マジでめっちゃいい。で一番最後、こちらビボンズのコラーゲンアイセラムスティックになります。名前の通りこれアイセラムになるんですけど、これね開けてもらったらこんな感じで先っちょがロールタイプになってるんですよ。でここをキュッて押したらセラムがこんな感じで出てくるんですね。1回プッシュが1回分なんですけど、この目の周りのところをもうくる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 ってやったら、マジで目がめっちゃスッキリする。私とかやったらもうこの仕事上職業上を編集をするし、サムネ作る時とかももうとにかく画面をめっちゃ見てるから、もう目がすっごい疲れるんですよ。ちょっとしたことでも目が疲れやすかったり、その普段からこう仕事上パソコンとかそういう画面を見る機会が多い方とかにはほんまにめっちゃおすすめ。起きた時にこの目のここが痛いとか目の周りむくんでんなっていう時にも、これをねこうくるくるくるってしてあげるだけでもすっごいスッキリするからおすすめです。はい、ということで今日はねこんな感じで私のおすすめのスキンケアを皆さんにご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。日本でねツイッターとかインスタでバズってるものとかもまあ何個かあったり、皆さんもこう見たことあるよっていうスキンケアもあれば、私が韓国に住んでたからこそこれめっちゃいいって思った現地で人気のものとか、ほんまに教えたくないなって思ったものを今回ね入れて皆さんにご紹介しているので、ぜひねこの9点の目代わりの期間に皆さんチェックしてみてください。ほんまにあんまり教えたくなかったけど、皆さんのこと大好きやからみんなで綺麗になろうということで、この9点の目代わりの期間にまあ紹介した中で気になるものがあればぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画も参考になったよという方はチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムの方もしてますので、インスタグラムフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。